この平均台も塚原さん、はい、このサボーとソビエトのチュシノワとユルチェンコと、はい、上位3人の争いという感じになりましたね。面白いですね。特にあの個人総合で落ちましたからね、はい、それが精神的に残ってないといいですが、今日はバッチリ決めてくれればいいですね。このサボーは現在持ち点トップのユルチェンコとの差は 0.025 しかありません。後転飛び2回から近親中返りですね。これは決まりましたね。今日はあの4種目全部にこのサボーは出てるんですね。うん、大変ですよね。最終日ですから非常に疲れると思います。なんかこう心情的には一つぐらいは金メダルを取ってもらいたいなという感じをしないでもないですがね。うん、やはりあの個人総合取れませんでしたのでね、少しなんか元気がないようですね。ここであのこの間落ちたんですよね。そうですね。今のは着地片足で、片足で前中から受けるんですけど、はい、それが左にこの間は落っこちたんですよね。今のはあれでいいわけですね。いいです、はい、さて着地、はい、今度の2回宙返り決まりましたね、はい、エカテリーナ・サボー大きな拍手を受けます。ようやくなんかこうサボーの嬉しそうな表情といいますか、はい、満足なね、仕事が出ましたね。それでね、日々順も関係ありますけどね、早くやってしまった方がいいんですよね。後で待ってる方はね、自分が後でやるわけですから、やっぱり心配になりますね。そうでしょう。この人の持ち点が 9.90 です。後転飛び、後転飛び連続して、スワン宙返りですね、はい、伸身宙返りです。そしてこれが着地でしょう。ロンダートから後方の抱え込み宙返り、見事に着地が決まりましたね。そうですね。まあ、今回はこのサボーが果たしてソビエト勢にですね、どういうふうに挑むかというのがもう団体個人を通じて一つの焦点だったんですが、ここに来てこの平均台で種目別で優勝を争うポジションにいます。サボーの得点 9.875 です。サボーは 9.875。ちょっと場内からブーという声が出ましたが、 9.875 です。したがって持ち点と合わせまして 19.775 です。さて同じ持ち点のソビエトのチュシノワです。この種目別2つ目のメダルを狙います。金メダルを狙います。水平出走率ですね。個人総合チャンピオンになりました。ソビエトのオメリアンチと並んでの優勝でした。新進中返りの連続です。これは非常に難度の高いものですね。まあ、今回は塚原さん種目別ですから、はい、D 難度は必ず一つ入れなくてはいけないと。 それから 0.5 の加点の中に余分な D っていうのがありますから、はい、それで、もう一つ D を入れると 0.1 加点されるということになりますね。今のバランスの組でね、グランスきましたね。ちょっと1回ターンのとこでやはり2、3分取られますね。まあ競ってる時は大きいですからね。ああ、大きなジャンプを2つ連続しました。この平均台ではこのジャンプ、あるいはまたターンといったいわゆる体操系のね、はい、シリーズを入れなきゃいけないと今年のルールでなりましてね、みんなジャンプの連続、それからジャンプとターンの連続を入れてますね。最後は抱え込んでの2回宙返り、ターン惜しかったですね。そうですね。やはり蹴ってる時はね、ちょっとのぐらつきも点数に響いてきますからね。はい、そのあたりを
スローモーションに出るんだろうと思いますが、いやこれは成功したところのシリーズですね。後転跳び伸身宙返りの連続ですね。はい、ここですね。ちょっと1回ターン、2回ぐらいつきましたからね。そうですね、大きいですよ。オリバーロンダードから抱え込みの2回宙返り、よく決まりました。はい、まあ、この人は団体それから個人総合含めまして、この10演技ではこの平均台では 9.90 を出しております。まあ、しかしすでにあの団体で金メダル1つ、個人総合で金メダル、そして跳馬で金メダルと3つ金メダルをもう取りましたからね。はい、まあ、今サボーから決められましたからね、やっぱり少し動揺があったかもしれませんね。なるほどね。 9.675 です。シシノワの平均台の得点は 9.675 です。したがって 19.575 の総得点です。そして現在持ち点が 9.925 の最高得点のユールチェンコです。まあ、この人も個人総合ね、逃しましたから、なんとか平均台はと思ってるでしょうね。そうですね、個人総合では6位に落ちましたもんね、前回のチャンピオンです。おっと、また落ちてしまいましたね。ああ、しましたね。確かに難しいスワンの上がりなんですけどもね。ああ、またぐらつきましたね。とてもぐらついてますね。いや、もう今大会非常に元気がないですからね。ちょっと精彩がないですね。今回はいわゆるディフェンディングチャンピオン、世界チャンピオンとしてこの2連覇を狙っているわけですが、まあ、若い力に圧倒されてね、個人総合優勝はなりませんでしたが、ね、さあこれ横からの宙返りがあります。そうですね、正面支持から後ろ回りですね。はい、これも非常に例技で 0.1 加点がついてます。非常に難しい技を、例技をですね、入れてるんですけれども、残念ですね、失敗してしまっては。まあ、今おっしゃった出技というのは、いわゆる以前はウルトラ C と言われた難しい技が D というランクになりまして、難度 D、最高難度になっております。その最高難度を一つは必ず入れなくてはいけません、種目別選手権です。高い今度のダブル宙返り、残念ですね。なんとかと平均台はと思ったでしょうけどね。そうでしょうね。ユルチェンコは最高の持ち点でこの平均台に入ってきたんですが、立ち上がりの入り技で落下しています。ユルチェンコの得点はなんと 8.925、 8.925 という得点が出ましたユルチェンコです。さあ、そしてこの平均台最後の演技者はルーマニアのシリバスです。倒立から前方回転ですね、前宙。10点満点を出さないとサボーに届きません。後転跳びの中心宙返り決まりましたね。はい、あとは2位3位争いにどう絡んでくるか。シリバス、セトリスですね、非常に面白いですね。個人総合7位に入りました15歳のシリバス。決まってます。決まりました、見事にね。いいですよ。何か自信持ってやってますね。まあ、一頃こういうタイプの選手が多かったんですが、最近ではね、
比較的少ないですよね。はい、あ、決まりました。決まりました。これは高い点数が出るでしょうね。9点。あ、これも同僚の、まあ、お姉さんたちの佐藤とね、まあ、ここにはルーマニアの佐藤と、それからあの一部立ち上がりですが、観衆は一部立ち上がってスタンディングオベーション。小さな声が大きな演技をしました。もし 9.8 以上が出ますと2位、そして 9.75 でも3位が決まります。チリバスの見事な平均台。本当にあのこう動揺が少ないですね、この人の演技は。はい、あの自信たっぷりの演技でしたね。はい、あの公式を見てると分かるんですよね、なんか不安をこう残しながらやってるのとね。そうですね、自信たっぷりにやってるのが。まあ、体操はどの種目もそうですが、特にこの平均台はそういう自信というものがね。そうなんですよね。綺麗なバランスの構造をとっています。ロンダードから後転跳び、後方抱え込み2回宙返りです。はい、お、1点が出ましたね。10点満点が出ました。今日初めて10点満点が出ました。そして10点満点が出て、チリバス、ついにサボを逆転して単独優勝です。10点満点で優勝。